カサデラトローバトローバとは、キューバのシンガーソングライターたちが作る音楽、または、各曲のスタイルを指す。カリブ海諸国では、言語感覚の優れた詩を作り、歌うことのできるシンガーソングライターを、中世の吟遊詩人になぞらえ、敬意を込めて、トロバドールと呼び、その作品を、トローバと呼んだ。トローバとは、広い意味では、歌を指し、キューバ人にとって、 トロバドールが自作自演する音楽はジャンルを問わずすべてトローバと考えられている。そういう意味ではトローバは厳密にはジャンル名ではない。競技のトローバはスペインの陰律に従った繊細な首都イタリアやフランスのオペラの歌唱スタイルが融合したサルセエラのような歌曲でありキューバ独立戦争の時代から20世紀にかけてサンティアーゴデクーバを中心に深度がい。 オセ・サンチェスといった優れたトロバドールが現れ多くの名曲を残した。彼らはサルスエラやボレロなどから時代を経るにつれハバネラやソン、サルスエラから発展したフィーリンといった多くのジャンルの音楽を演奏した。トロバのほとんどは愛の喜びや悲しみ、日々の日常といった普遍的なテーマであり、即興で作られる従業誌の音楽よりも長く人々に愛称された。 キューバの各地にはカサデラトローバと呼ばれるライブハウスがあり、今日でもトローバが演奏されている。キューバ革命後の1969年、革命政府はアイケイックのプロジェクトとして世界的なギタリストであり指揮者だったレオブローウェルの指揮のもとにアイケイック音響実験集団を発足させた。そこで見出されたされたパブロ・ミラネス、シルビオ・ロドリゲスといった音楽家たちが 後のヌエバトドローバと呼ばれるムーブメントの原動力となった。ヌエバトドローバとはトロバドールの前世紀の勢いを現代によみがえらせる意識からそう名付けられた。初期の作風は熱気とやる気に満ちた無邪気な革命参加が多いが時代が下るにつれ現実的な視線を持つ政治性の低いプロテストソングが多くなっている。1970年代は 公民権運動やベトナム反戦運動など世界的に若い世代が反乱を起こすことがブームとなっていた。スペイン五県諸国の軍事政権下の抑圧された若者たちにヌエバ・トローバの革命参加は絶大な支持を受けた。反してすでに革命が達成されたキューバでは暗示的、比喩的に政府批判を盛り込むヌエバ・トローバの立場は微妙なものだった。 1980年代には、キューバ国内でヌエバ・トローバのコンセプトのもとに作られた、ソンやロックミュージックなど、ヌエバ・トローバ系と呼ばれる、様々なジャンルの音楽が流行した。1990年代には、ブームは去ったが、内遊外観のキューバを憂えるジャンルとして、一定の地位を得ている。ヌエバ・カンシオン・ヌエバ・トローバと、同時期に、中南米に起こった音楽のムーブメント。 ありがとうございます。